ガリュー放送部通信。はい、それでは、はい、今年最後のガリュー放送部通信始まりました。盛り上げていきましょう。お願いします。ガリュー放送部通信はガリューの音楽活動や日常生活の中で感じたことを皆さんとワイワイ語り合って地域を盛り上げていこうというコーナーになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よっ、お願いします。ではでは、ガリュー代表の竹内隆です。はい、和太鼓を打っております。はい、好きな大掃除のジャンルは、はい、電球の交換でございます。どういうこっちゃねん、どういうこっちゃねんっていう話ですけどね。はい、そして私が、ガリューでドラムを叩いてます、河本俊介と申します。よろしくお願いいたします。好きな大掃除は、はい、空気清浄機のフィルター掃除ということです。素晴らしい。はい、はい、大太鼓を叩いてます竹内弘樹と申します。好きな大掃除のジャンルはワックス掛けです。よろしくお願いします。おー、大変ですね、ワックス掛け。はい、はい、ではでは、もうね、年も年の瀬ですね。そうですね、年の瀬ということで、はい、皆さん大掃除はねもう、終わりましたでしょうかね。ちょうどやってる人もいるかもしれないですね。やっぱ今年の汚れはね今年のうちにということで、はい、はい、しゅんさん、はいはい、フィルター掃除が、フィルター掃除得意ということで、空気清浄得意というかね、まあそうですね、はい、あのエアコンとか、あの空気清浄機、フィルターがーっとこう汚れついてるじゃないですか、そうなんです。あれをこう掃除機でバーとかやった後、はい、はめて、はい、そしてポチッとボタンを押した時の、はい、あの新鮮な空気の感じがする。ああ、マニーでしょ、ね、これ。わからない。わからない。わからない。わかるよ。わかるわかる。わかる。でもたまに開けたらね、すごいことになってますよね。うん、どんなこと？そうそうそう。うん、はい、もっさってなってます、ね。それは皆さんぜひそれは掃除しとってください。そうそうそう。で、ひろきさん。うん、ね、ワックス掛けということ。ワックス掛け、うん。はい。ワックス掛けやるんですけど、ちょっと こだわりがありまして、はい、一回まずあの、荷物をどけて、掃除機をかけて、はい、で雑巾で拭いて、でもう一回掃除機かけて、でワックスかけて、あ、ワックスかけたらダメややこしになっとるけ、モップをかけて、でワックスですよ。おお、はい、掃除機かけて、雑巾で拭いて、もう一回掃除機で吸ってでモップをかける、モップかけてワックス、ワックスをかける。ああ、めんどくさいですね。それはもう完全に、ね、クイックルワイパーのウェットとか、はい、とかだって乾いたやつとかでバーっていけるんじゃないですか。もうワックスに負けてますよ、まあね、気持ちで、全然ビビってないです。もうやっぱ強気でね、強気でいきましょう。もう強気、僕も一気にワックスいきますからね、もう、はい、強気にいきます。掃除しよう、掃除しよう、汚れをまず家具どけよう。そうそう、家具を、ちなみに私はですね、電球交換ということで、あ、そうですね、もうね、電気変えたら気持ちいいですね、あの明るくなるんで、はいはいはい、家庭も、はい、家庭も明るくなりますが、はい、ただね、最近すごいですよ、はい、LED1 個変えて4000円、はい、5000円、あ、します、します、高いね、ね、5個ぐらい変えたらもう2万円仕事とかになるしね、じゃあ10個変えたらもうすごいことになります、ね、10個変えたらすごいです、すごい、4、5万100個って言ったら4、50万です、はい、もうデパートとかですね、なんでね、はい、もうちょっと価値観が変わってきたなということですけど、はい、はい、どんどん皆さん今年の汚れを今年のうちに落としていいお正月をね、はい、迎えたいと思いますが、はい、年末ということでもう一つといえば、はいはい、私たちですね、はい、私たち竹内兄弟は、はい、府中市消防団のね団員なんです、ね、あ、そうです、そうです、消防団頑張ってます、うん、はい、ということで、はい、この年末は年末警戒っていうのね、うん、25日からですか、はい、うん、毎晩やってたんですが、はい、どうですか、ひろきさん、はい、そうですね、管内というか僕たちのこの地域ではちょっと、うん、あれですね、火は出なかったんで、うん、まあ、本当に良かった、何よりです、はい、うん、あの割とね消防団って、うん、こうねちょっとワイワイ楽しそうにしてるなとか思われがちなんですけど、うん、割とね真面目に頑張ってる、いや、そうですよ、本当に、うん、本当に大変なんです、大変なんです、うん、毎週あのポンプ点検でこう水を出してね、うん、やってるんですよ、ね、うん、そうそう、うん、でもね地域防災のためにね頑張ってるので、はい、ね、うん、頑張ってます、もうあの積載車とか、まあ、消防車ですね、うん、はい、見かけたら頑張ってねってこうね手を振ってもらえたらもう嬉しいんじゃないですかね、嬉しいと思います、うん、ぜひぜひ、ありがとうございます、はい、ではでは、うん、もう年末ということですよ、はい、最後、そうですね、今年最後なんで、うん、
せっかくならね、はいはい、ちょっと我流でも年末っぽい曲をちょっと聴いてもらえたらなと思うんですが、うんうん、何にしましょう。やっぱりあの私たちの曲で躍進っていう曲があるんで、うん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 、それを言ってみましょうか。めでたい、めでたい、はいはいはい、来年もいいことがありますようにということで、うん、では皆さん躍進聴いてください。それでは、メールファックスをね、はい、紹介していこうと思います。ラジオネームチロさんからですね、ありがとうございます。今年は今まで以上に新しい勉強チャレンジをするチャンスをいただいた1年でした、うん、素晴らしい。そしてそれに支えてくれたのは尊敬する憧れの人との再会でした、うん、来年も感謝の気持ちを大切に成長していきたいです。我流の皆さんもたくさんパワーをいただいたい1年でした。ありがとうございました。来年も ご活躍楽しみにしております。ありがとうございます。こちらこそです。はい、ともかすずかさんからですね。ありがとうございます。はい、いつも子どもたちとワクワクしながら聞いています、はい。毎回とても楽しくってあっという間に終わってしまうので、うん、来年はもっとたっぷり聞きたいです。うん、ああ嬉しいですね。嬉しいです。伊東洋華堂を楽しみにしてます。はい、下の娘は獅子舞に怯えてますが。上の娘は獅子舞にワクワクしてます、うん、母はこれを聞かないと1年が始まらないのでしっかり我流を堪能したいと思います。ありがとうございます、はいます、はい、ひとみさんからですね、はい、我流の皆さん今年1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。今年も我流にたくさん癒され元気をもらった年でした。ありがとうございました。あ嬉しいですね。たかしさん、ひろきさん、しゅんさん、夏のコンサート俺はドキドキしました。かっこよかったです、うんうん、洋華堂のコマーシャル俺は見たけどママはまだ見ていません。俺が勝ちました。洋華堂見に行くのは楽しみだけど獅子舞が怖いです。でも頑張っていきます。、はい、ありがとうございます。しっかり獅子でね噛んであげましょう。はい、はい、ラジオネーム村上さんですね、はい、先週初めて我流さんのラジオを聞きました。とても楽しくてメッセージさせていただきました。今日は大掃除してフローリングをワックス頑張りました。お、すごい。ガリュウさん稽古場を改装されているんですね。綺麗になったら楽しみです。ガリュウさんの演奏を見たことないので初めて伊東洋華堂に行こうと思います。楽しみにしております。ガリュウさんいよいよ年をお迎えください。はい、ありがとうございます。はい、いろいろ来てますね。はいはい、うん、はい、なんかすごいですね、うん、毎回毎回たくさんメールファックスいただきまして、はい、どんどんなんかファックスも増えてきているということで、はい、ありがとうございます。まだありますね。はいはい、はい、ありがとうございます、ゆわ姉妹さんからですね、うん、我流の皆さんこんにち こんにちは。妹は姉妹が怖いと言ってるけどお正月の演奏が今から楽しみです。心を燃やします。おお、ありがとうございます。結構怖がってますね。怖がりますね。はい、いきます。ラジオネームパッチーさんですね、はい、ありがとうございます。第3回放送おめでとうございます。ありがとうございます。ただいま大掃除中です。新年の洋華堂の舞台を楽しみに老体に鞭を打って頑張ります、うん、我流の皆様も良いお年をお迎えください、はい、ちなみに来年の抱負を聞きたいです、うん、ということです、ね、おお、抱負何か。あ、はい、じゃあ私ですね、はい、やっぱり来年はやっぱり皆様のもとにねどん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 生の音を届けていきたいなと思っておりますんで、うん、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう、はい、うん、来年の抱負といえば、うん、来年はですね福山市、指定施工100周年、はい、ということでね、うん、はい、大変おめでたい年になっておりますが、はい、私たちもね、うん、なんか100周年盛り上げる一助になればなと思っていろいろ考えたんですが、うん、あの広島歴史博物館、福山駅の北口の方にありますが、うん、はい、ここにですね草戸浅間町遺跡っていう、はいはいはい、あの拝見させていただきまして、うん、はい、もう全国でもねすごい珍しい、素晴らしいあの遺跡があるんですけど、うん、この遺跡にちなんでね、はい、草戸浅間町の遺跡にちなんだ曲っていうのが、はい、ね、実は作ってるんですね、はいはいはい、うん、これが、風神雷神幻想という曲なんですが、うん、このこの
伊藤洋華堂さん1月2日に、はい、お披露目をねさせていただこうと思います、うん、あの雅楽のね流笛や笙も入ってて、そうですね、はい、うん、なかなか見る機会がない楽器ではないかなと思うので、はい、ぜひねお楽しみにお願いします。お願いします。それでは来年のテーマをお願いします。はい、じゃあ来年1月のテーマを発表します。ドルドン、はい、今年の目標ということですね。はい、まあ、これですね、うん、うんうんうん、目標、うん、はい、ぜひぜひどしどしとお寄せください。はい、はい、メールはアルファベットすべて小文字で eve@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 イブニングステーション水曜日ガリュー放送部通信係までよろしくお願いします。はい、では、次回の放送は1月6日、うん、17時10分からということなんですが、はい、なんと来年から毎週の放送になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今年は隔週だったんですが、はい、もうたくさんねメール、うん、ファックスいただいて毎週させていただけることになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ。ぜひぜひね来年ももう一緒にねもういただいたメールファックスはできる限り読ませていただきますので、うん、はい、一緒に楽しんでいきましょう。はい、それでは時間となりました。ガリュー放送部通信、来年もお楽しみください。それでは皆さん、良いお年を。